あ、そういえばね、最近ね、見バレした、見バレっていうか見バレじゃないんだろうけど、まあね、私が友達とね、居酒屋さんに行ったんですよ。そしたらですね、そう、居酒屋さんの店主さんっていうかな、マスターというか大将みたいなね、そういう存在の人が私をご存知だったっていうことで、まあ実際ね、その大将が知ってたっていうよりは、大将の娘さんがいらっしゃって、その娘さんが、まあ、2人いらっしゃるんですって。お姉さんと妹さんって言うてね、その妹さんが知ってたっていうことで、でまあなんか知ったきっかけっていうのは、俺のツイッターをね、なんかその自分の、だから娘がようテレビで見んにやて、ワイワイの動画を、ほんでそれで、なんやこいつはっていうことで、ツイッターで私を調べたんですって。で調べてみたら、自分の知っている店の人というか、自分は居酒屋さんやってるでしょ。その他の店でね、私が行った時にツイッターその写真を上げてたんですって。そういうとこから、まあ何しかね、私を知って、でまあだから大将も知ってる、だから大将と一緒に働いてるお母さんも知ってるみたいな、そういう状況があってね。しかしその時はちょっと僕も焦りましたね。まあそれこそマスクも何もつけてない、だからもうほんとなんてデスピサロ状態じゃないですか。デスピサロ第2形態状態ですよ、口の周りは。その状態でね、こう、なんか、何も言われへん、最初何も言われへんかって、俺。全然普通に、俺も普通に酒飲んで、普通に飯食うてるわけじゃないですか。するとね、あれ言われたんですよ。なんか、サービスですって言ってね、サバを持ってこられたんですけどね。まあ僕はお腹いっぱいだったんですけれども、ただまあ、サバを持って、来ていただいてね。で、ちょっと申し訳ない、10時半までいてくれないかって言われたんですよね、時間的に。まあ、その行った時間が9時もだ9時半ぐらいだったのかな、あと1時間ぐらい一緒にここにいてくれないかっていう、どうしてですかって、いや実はね、娘が君の動画を見ているんですよって言うて、娘がね、そろそろ帰ってくると思うんで、よかったらでいいんで、娘さんいてくれないですかって、娘が帰ってくるまで言って、ああいいですよって言うて、俺ただちょっとマスクだけ貸してくれませんかって、さすがにデスピシャル状態では、僕は会えないからっていうことで、で娘さんが帰ってきたんですよね。18のピッチピチですよ。18のピチピチが来てね、何話すんだっての話なんですよね、居酒屋で。どう思います、皆さん。30の男がですよ、18の女の子を前にね、学校帰りですよ、そんな子に何を話したらいいんでしょう。いわゆるね、誕生日を聞いてみたりだとかね、いつなんとか言ってね、別にいつでもいいんですけどね、あいつで、あいつなんやって言ってね、あそうすごいやん、やったねとか言っていや、そういうないんだもん、だって全く、いやしかもそのデスピタロ状態なわけでね、僕もだからマスクだけは つけて喋ってるから、またしもね、そこはまだちょっと自信は持って喋れるよ。その時に聞いたんやけど、最近ってあれらしいな、ペアリングってせえへんらしいな。知ってる、みんなペアリングを知らん、もうもしかして。我々の世代では付き合ったらペアリングっていうものをつけるのがもうなんていうの、まあルールやったんですよ。ルールっていうか、なんていうか、まあそれをつけて学校に行っても別に怒られないしね、それをつけてなんか僕たちは付き合ってるよという証だったわけですよ、ある意味ね。もうこいつには手をつけるなよという、まあそういうものだったような気がしているんですけれども、それがもう最近はないんですって。で何が代わりにじゃああるかって言ったら、ペアのイヤリングなんですね。イヤリングを1個買うじゃないですか。2個あるよね、だからイヤリングって2個、でピアスとか2個あるよね。その2個の片方ずつをあげんねんって。ワイワイの左耳開いてますよ。きっしょ。ただね、今のは春日やで。俺がなんかそういうのやめてな。俺がなんか自発的にそういうボケかましてるみたいな感じのするのはほんまやめてな。なんやねんそれの話しちゃうけど、沖縄の挨拶はメンソレ。